で言いかけたのが、はい、まあ、ペルソナとかね、そうですね、アトラスのコメントとか気になってるのがあるんで、まあでも、うん、もうちょっと時間が経って、うん、まあ、いろいろこう発表されてることもあるんですけど、ね、昨日一昨日ものすごい一気に発表されましたよね。そうそう、皆さんが思ってるほどそんな急にじゃあ一緒になったすぐなんかやろうっていうわけにもなかなかいかずです、うん、まあ、今から慎重にこうお互い考えてって、まあ、もちろん今出てるソフトはアトラスのクリエイターがきちっと今まで粛々とやってきた作業が、実を結んで出てるものなので、うんうん、まあ、セガがどうこうって問題じゃないんだよね。ただまあ、うん、我々はここから先また一緒に何かできる道っていうのを探しながらこう頑張っていこうとしてる最中なんで、うん、その辺が見えてきたらまた、はい、ここ逆に言えば、うん、セガがあとセガが加わったというか、まあ、一緒に何かやっていく上でアトラスのこう、ね、クリエイティブのカラーが変に変わったりとか、うん、そういうことは全くさせる気も、はい、なく、うんうんうん、安心して楽しんでくださいって感じですね。お、はい、今までこうみんな楽しみにしてソフトとかは、うん、こうなったからなくなるということはもうなく、うん、楽しんで待っていた、うん、逆にまた彼らのクリエイティブが、まあ、いろいろこう我々もやってるんで、うん、何かあの一緒に組み上げていけたらいいなっていう感じです。はい、ということでね、はい、皆さんぜひそこはね楽しみに待っていただけたらと思います。あ、でもそういえばなんかシェンムーの、ね、新作か何かがちょっと発表できるかもしれませんみたいなね、ソニーさんがなんかねちょっと言ってニュースに なってましたけどあれ なんかね、あれなんかみんなねちょっとコメントでありましたけど、なんかシェンムーなんかなんだリメイクかなんかわかんないけど、なんかソニーさんになんちゃらみたいなね、なんかニュースになってましたけどね、それはどうなんですか。マジでわかんない。あ、本当に何も、うん、本当に、あ、そうな、なんかね、そうソニーさんあんまぶっ込まないでもらえるから